2019年2月20日に開催された臨政審議会にて、吉川貴盛10月20日題は、日本の政治家、衆議院議員、農林水産大臣、自由民主党北海道連会長、自由民主党組織運動本部長代理を歴任した。名字の吉は、正式には、上が、地でなく、どの。東京都杉並区生まれ。生後間もなく父の郷里である北海道余市郡、余市町に移り、少年時代を過ごす。北海道日本大学高等学校を経て1973年3月に日本大学経済学部を卒業。同年4月に友愛青年連盟事務局職員、鳩山一郎、鳩山杭夫の秘書を務めた。1977年1月、東洋実業に勤務。1979年4月に北海道議会議員に最年少の28歳で初当選し3期務めた。1996年4月、自由民主党北海道第2選挙区支部支部長となり、同年10月20日の第41回衆議院議員総選挙で北海道2区から立候補し、新進党現職の長内純一に敗北したが、比例復活で初当選。1997年9月、北海道開発政務次官。2000年6月25日の第42回衆議院議員総選挙で再選。2003年11月9日の第43回衆議院議員総選挙で、北海道2区で民主党の三井弁雄に敗れ、比例復活もできずに落選。2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙で再び三井に敗れたが、比例復活で参戦。2007年4月に北海道大学公共政策大学院を修了した。2008年8月、福田康夫改造内閣で経済産業副大臣に就任。同年9月、麻生内閣で経済産業副大臣に再任。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙で3度、三井に敗れ、比例復活もできずに落選。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙で、初めて三井を比例復活も許さず、破り4選、3年ぶりに国政に復帰。2013年9月30日、第2次安倍内閣で農林水産副大臣に就任。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙で維新の党の松木謙公を破り5選。2017年10月22日の第48回衆議院議員総選挙で希望の党にくら替えした松木ら3人に干渉して6選を果たす。2018年10月2日、第4次安倍改造内閣にて内閣官房長官の菅義偉の強い推しで農林水産大臣として初入閣。2019年9月11日、農林水産大臣を退任し、自民党組織運動本部で組織運動本部長代理に就任。2020年9月に行われた自民党総裁選挙では、菅義偉陣営の選対事務局長を務めた。同年12月21日、体調不良を理由に議員辞職の意向を表明し、翌22日、代理人を通じ、大島理森衆議院議長に辞職願を提出、同日許可されたことにより、議員を辞職した。2021年1月12日、自民党に離党届を提出。翌13日受理された。同月15日、東京地検特捜部が収賄罪で起訴。2020年12月2日、吉川が広島県福山市の大手、鶏卵生産会社秋田フーズ元代表の秋田前期から複数回にわたって数百万円の現金を受け取った疑いで東京地検特捜部が捜査していると報じられた。本事件は広島県を地盤とする河合克行と妻河井案里による案里の第25回参議院議員通常選挙への出馬をめぐる一連の選挙違反事件の捜査がきっかけで発覚した。吉川と河井克行は初当選同期で以前から親しかった。吉川に秋田を紹介したのは河井克行で関係者によると秋田は河井克行から2013年に農水副大臣に就任した吉川を紹介されて、以降、夏はお中元、年末にはお歳暮として現金を提供していた。吉川は12月2日付で党内の役職を辞任。また、不整脈で入院したと事務所を通じて発表した。この問題では、内閣官房参与だった西川公也も接待を受けていたことが報じられ、同月8日に西川は内閣官房参与を辞任している。その後、同月21日に事務所を通じて健康上の理由により職責を果たすことが難しいとして衆議院議員を辞職することを表明。翌22日に大島理森衆議院議長へ議員辞職願を提出、同日辞職が許可された。吉川は特捜部の任意の事情聴取に対し、現金500万円の受領を認めた上で、返すつもりだったなどと供述したことが、同月24日に関係者の話で分かった。また秋田から受領した現金のうち200万円については、秋田らから家畜のストレスを減らすためのアニマルウェルフェアの考え方に基づく、国際的な鳥の飼育指針に関する陳情を受けて、間もなく受領していたことが関係者の話で分かった。秋田は特捜部の任意聴取に対して吉川への現金提供を認め、趣旨について業界のためだったなどと供述した。現金提供があった時期に秋田は吉川に対し鳥の飼育環境をめぐる国際機関の指針案に反対すること、日本政策金融公庫からの養鶏業界向け融資を拡大することを求めていた。同月25日、特捜部が衆議院議員会館や札幌市の吉川の事務所で家宅捜索を行った。2021年1月1日、現金の受領総額は2015年以降、1800万円に上るとみられることが分かったと報じられた。新たに判明した計1300万円の現金授受は、農水省就任前の2015から18年と退任後とみられる。同月15日、特捜部と広島地検は吉川を収賄罪で、秋田を贈賄罪で、それぞれ在宅起訴した。起訴状によると、吉川は農水省在任中の2018年11月から19年8月、国際的な鳥の飼育指針案や日本政策、金融公庫の業界向け融資をめぐり、養鶏業界に便利を図ってほしいという趣旨と知りながら、都内のホテルや大臣室で3回にわたり、秋田から現金計500万円の賄賂を受領したとされる。特捜部は、吉川の健康状態などを考慮した結果、証拠隠滅や逃亡などの恐れが少なく、逮捕の必要はないと判断したとみられている。2月25日、農林水産省は、吉川と秋田が同席する会食に参加していた農水省幹部6人について、枝元新哲次官ら3人を、減給10分の1、2人を戒告の懲戒処分とし、1人を訓告とした。飲食費を秋田側が負担していた。父の吉川昭一はビルメンテナンスの東洋実業の創業者で、鳩山一郎の友愛青年同志会の活動家だった。息子が3人いる。長男の吉川隆正は2011年より北海道議会議員。ありがとうございます。